やばい、ちょっと出たかも。うーん、あ、やばい、待って。やっほー、白猫みやかです。みゃん、今日はなんと温泉旅行で草津に来ています。わーい。みやこ、前ツイッターのスペースで地通運をアップするグッズを勧めてもらった時があって、卵型の石なんですけど、じゃあそれをネットで入手してきました。これを入れると体の内側から元気になるそうです。翡翠のやつでこんな感じでツルツルです。紐を通す場所があって、ちょっとこの紐に通していきたいと思います。煮沸消毒してきました。とりあえず小さいので最初は行ってみたいと思いますね。どのくらいの長さがいいかな。かわいいペンダントみたい。うーん、この膣の長さ15センチぐらいだからな、どのぐらいあれば取り出せるかな。じゃあちょっと入れていきます。あー、すごい高い。結構すんなり入ってるかも。もうちょっと奥まで入れた方がいいかな。ちょっと触った時になんかあるかもって感じします。じゃあこれでお外にお出かけします。レッツゴー。いや、ちょっと歩くとなんか異物感がありますね。そしたら温泉卵を見つけたので買ってきます。山崎です。温泉卵いただきます。うん、うまっ。めっちゃしっかりしてる。めっちゃ黄身が濃厚だ。うまっ。すごいの、いっぱいもこもこしてる。湯の花がいっぱいありますね。やばい、ちょっと出たかもねえ、ちょっとダメ、待って待って。あ、今引っ込んだ。やばい、焦った。じゃーん、花インゲンモナカとその白あんが入っている和菓子を買います。じゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃん。花インゲンって書いてある。いただきます。とろける。本当にあんこが美味しい。いや、美味しいよ。桜がついています。なんか白あんが大好き。いただきます。あ、ちょっと卵動いたかも。膣緩めるとさ、下がってくるんじゃないの？いや、そう、なんか食べてるとき、たまになんか出ちゃうときあるから。いや、やめてよ。その、じゃあおせこじゃないよ。じゃあ男子のようにしないか。ごまコロッケです。いただきますか。うん、あ、やばい、キモ。な、舐めてる。ちょっと待って、出ちゃったな。はぁ、だからパンツ履いてないの。このズボン結構緩めのだから今日はいいかなと思って。今日こそ履くべきじゃないの。もう帰る。できたんですけど、やっぱちょっと気を緩めると意外と重いので落ちてきちゃうみたいですね。ちょっとこの3つも比べてみようかな。大きいな、ちょっと大きいから入るかな。ちょっと待って、今自力で埋めました。